こんにちは。私たちはウィーズ京都ユースサポーターです。環境に優しい取り組みをされている企業様への取材ということで、本日はエコリンクス株式会社様に来ました。実際どんな取り組みをされているのか、早速取材に行っていきたいと思います。本日ご紹介いただくのはエコリンクス株式会社、福田様、清水様、湯浅様です。よろしくお願いします。まずはエコリンクス様の主な事業概要についてお伺いしましたので、映像とスライドをご覧ください。上の部分が作る立場の企業さんですね。メーカーさんだったりとか商社さん、販売店さん、施工店さんで、下の方が作った後に運用するような会社さん、これに対して我々が橋渡しをするような、そういう中間の位置に存在しているようなイメージです。作る方に関しては設計のお手伝いをしたりとか、作った後に関しては遠隔で、今日ちょっとご覧いただく程度になりますけども、発電状況を見守る発電監視とか点検保守と。で、左右の方になるんですけれども、電力を売買する電力会社さんですとか、あとは電力の自由化で生まれた新電力会社さん、PPS というのは左にいて、で、右の方で発電する人、消費する人、という、これについても、先ほど言いました環境価値をこう提供したりとかですね、価値化するというような役割で弊社が真ん中にいるような、こういう橋渡しといいますか、間に立って、つなぐような、そういうサービス展開をしております。このように太陽光発電をはじめとする再生可能エネルギー事業において、設計、申請代行等の支援や発電監視、メンテナンスまで高い専門性でサポートされています。この映像は敷地内に設置されている太陽光パネルを見学している様子で、太陽の方向へパネルの向きが回転する仕組みとなっており、一日を通じて効率よく発電できる素晴らしい仕組みだと思いました。ちなみに皆さんは太陽光の発電量が一番多いのは、真夏の日差しが強い時期というイメージはありませんか？実はパネルの表面が高熱になりすぎると発電効率は逆に下がるらしく、時期で言えば初夏の5月頃が最も多い傾向にあることがを学びました。ここからは取材を通じて印象的だった3つの取り組みについてご紹介します。一つ目は太陽光発電の新しい価値を見出し提供していることです。脱炭素の実現に向け社会情勢が日々変化しているように、企業価値も CO2 を排出しない価値というふうに変化しています。具体的には映像をご覧ください。このイメージ図なんですが、左の方が従来の太陽光発電、この太陽光発電システムというのが、この分かりやすい太陽光パネルと呼ばれるものとか、パワーコンディショナーと呼ばれるものとかですね、こういったものを電気をこう作る、で、あとは蓄電池で貯めるというのが従来だったんですが、で、先ほど言いました環境価値、価値化するためにですね、この自ら使う、測るというところが増えておりますけれども、このスマートメーターを現場に設置しまして、自家消費量を計測して、で、集計して、あとは、これをプロジェクト申請をすることで、その環境が、価値化できる、クレジット化できるという仕組みがありますので、それのお手伝いをしております。このような環境価値の見える化は、企業価値を判断するにおいて必要であり、消費エネルギーが把握できれば、個人の生活を見直すきっかけにもなります。このようにエネルギーをスマートに使うことで環境に優しい世の中づくりにつなげているのが印象的でした。2つ目は環境に関する先進的な実証実験を行っていることです。電気の流れ方には直流と交流の2種類がありますが、家庭で利用する電気はすべて交流対応となっています。交流とは電気の流れる向き、電流、電圧が周期的に変化している流れ方となっていますが、その分電力ロスも生じやすいことがデメリットでもあります。そこでエコリンクス様が
直流で使用できる照明や空調機器等を一部導入するなどの実証実験を行ったところ、約 28% の省エネ効果があることが分かりました。直流で使える電化製品は国内ではまだまだ普及されていないとの話ではあったのですが、このような先進的な取り組みは大変印象的でした。最後に今後の展望についてお話を伺いましたので、映像をご覧ください。まあ、大きくは先ほど の、 あの関係者、その間に立ってですね、色が変わっている研修、構築、支援、スマートメーター、環境価値とか、こう書いておりますけれども、そこからこう派生するサービスというのが、その時代の需要に応じて、新しく我々も作り出しているというような形です。ですので、下に書きましたけれども、IT でエネルギーと社会、人を結ぶということを、事業コンセプトとして、サービス展開をしておる。というのが、エコリンクスという弊社の会社になります。動画にもあった、IT でエネルギーと社会、人を結ぶという企業精神が大変印象的であり、こうした事業展開は SDGs におけるグリーンエネルギー、気候変動対策、産業と技術革新の基盤といった取り組みにもつながると思いました。今回の取材を通じて図で示した提供サービスツリーのように、時代に応じて積極的に技術を開発し、新しいものを追求するという強い思いを感じ取ることができました。本日はエコリンクス株式会社様に取材させていただきました。特に日本を代表する再生可能エネルギーの一つである太陽光発電を価値化していこうという動きが印象的でした。本日は取材させていただきありがとうございました。